足の速さは才能じゃない、走りの学校和田圭一です。天寿です。さあ戸川君、バスケット界のスーパースター山本さんにお越しいただいておりますが、バスケットの切り返しの動き、これをお伝えさせていただいて、切り返しからのスタートダッシュ、ここをですね習得していただきたいと思いますので、バスケットをやってる方、もちろん球技系種目をやってる方、全ての方に見ていただきたい動画になります。それでは今日もやっていきましょう。実際にバスケットの動きの中で使われているフットワークあると思うんですけど、そのフットワークを軸に切り返しからのスタートダッシュをお伝えさせていただきたいので、まずちょっとそのフットワークを見せていただきましょう。ジャブステップしてからの、ここからのこのドライブ。なるほど。ちょっとじゃあそのお手本を見せていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ今の動きで、2つ要素があるかなと思ったんですが、1つはこの左側は動いちゃいけない足で、このステップをしてこういう風に足が進んでいます。1つがまず反動を使う、ここから持ってるボールも含めてなんですけど、反動を使う動き、そしてここからスプリントに入ってるんですね。でこの反動を使って、スプリントに入るということを練習していきたいと思います。クロスオーバーステップという種目があるんですね。その種目をお伝えさせていただくことが、すごく今のプレーにフィットするかなと思うので、そういった形でお伝えさせてください。じゃあ動きを解説すると、今両足が地面についている状態から、この足が一歩前に出て、でその次に右足が出て、それを交互に動かして移動してるんですよね。それが走りという動きなんです。でその一歩がより速ければより速く A 地点から B 地点まで行けるということなんですよね。でそれで言うと、今山本さん、今のこの山本さんの右足の動きだったり、右と左のこの足の軌道がスプリントの軌道になってないんですね。なのでまずそこはスプリント軌道にすること、そしてクロスオーバーの時のこの一歩をより速く強く出すことが大事かなと思います。さあクロスオーバーステップなんですが、ポイントはこの膝が次の一歩で、山本さんは前に来てますね。この距離が最短で動いて、なおかつ遠くに行くとそれを速く移動していることになりますよね。で今の山本さんの動きは、これがもちろんすごい速い動きなんですが、もっともっと大きく速くできる。ここの一歩をより早くここに持ってくる練習をしてみましょう。ここからこの足を前に胸に近づけるぐらい、そうです。この一歩を大きくするのが結構難しいんで、まずはこの練習からやってみましょう。この緑のコーンがあると思うんですけど、緑のコーンを内側の足にして、ここから足を入れ替えていきます。この左足をこっちの緑のコーン、こっちを緑のコーン、左を緑のコーン。実はこの距離結構長さがあります。じゃあ一回もう一回お願いします。そうです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 。さあポイントとしては、やっぱり今山本さん自然にされたんですけど、この足を向こうに向かう瞬間に、ここまっすぐ向いたのが45度、こっちが開くんですね。開いてトントン、開いてトントン。これプロ野球の盗塁とかでも、今みんなこっちの足をこう開いてる人が主流になってくるんですが、ちょっとこっちを開くことによってスムーズに方向転換ができることということが言えると思います。じゃあ山本さん、今度これを広げます。じゃあ山本さん、ちょっと広がってます。お願いします。そうめっちゃいいです。ありがとうございます。さあこれをどんどん広げています。さあどっかで限界が来るんですよ。限界が来たところがすごい大切です。じゃあこの距離、かなり普通の方では到底難しいぐらいの距離なんですが、ちょっとこの距離山本さんお願いします。そういいですね。さらに広げていきたいと思います。もっといけそう。お願いします。そういいですね。 OK です。 OK です。さあ今見ていただけると分かると思うんですが、何を見たかったかというと、この距離が遠くなればなるほど、まず山本さん最初この速度を上げようとしたんですよ。でそれじゃ届かない。ではこの長さってどう考えても僕たちの足の長さより長いんです。そうなった瞬間、山本さん何しなくちゃかっていうと、軸足で地面を押し出したんです。この押しが実はこのこっからのドライブの時のこの一瞬ですごい大事なんです。もう一回今度押しを意識して、これ広いっすよ相当。お願いします。そうそうグッ、そうそうそうグッ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 、いいですね。グングングン、オッケーです。左右差ないっすね。左右差ない。やっぱりマイク同じくついてる。うん、なかなかやっぱすごいね。さすがです。日本代表クラス、やっぱりこれだけやっぱ守る時も攻める時もそのちょっとの差の安定感が、一回もふらついてないもん。これですよ。ここにスピードを加えていきたいと思います。さあ今度はこっからちょっと狭くするんで、とにかくこの足を、足とここを早く入れ替える。早く、ここを大きくじゃなくてシュッシュッ早く押して入れ替えてみましょう。めっちゃいいっす。めっちゃいいっす。グッグッ、めっちゃいい、めっちゃいいっす。めっちゃいいです。ラスト OK。 微妙な差なんですけど、こっち側の右足っていうのは押したら戻るまでが早いんですよ。こっちの左が押して戻るまでがちょっと遅いです。こっちまで来るんだ。そうです。なんで今度は押したら押してクロスして早くしたらすぐ戻す、クロスしたらすぐ戻す。ここまで。めっちゃいいです。さっきより左が抜けが早いです。 OK、 すごい。今さっきの左足の設置時間よりも短い時間で左がこっちに移ったと思います。さあこれなんで大事かっていうと、さっきのプレーでドライブした時にこの足がまず早く行くの大事なんですね。早く行ったらブレってここで終わりじゃないじゃないですか。この後にこっちの足が早く前に出る、軸足が速く落ちるのがすごい出るのが大事です。その時にここの足でどれだけ地面反力をこっちでもらえて、これが大事になるんですね。軸足を速く持ってくる。今度はこれをいよいよ走りにつなげていく。今は止まったんで自分の体よりも前につけてるんですよね。これを自分の体の真下に落とします。一歩クロスして真下に落とす。あーめっちゃうまい。今はほんと真下についた、真下についてたんで右足も出てたんですね。で今度はここに一歩目をついて入れ替えたら、この右足を早く、右足を遠くに出していきます。めっちゃいいです。さらにレベルアップします。ここにかける力を強くしてください。こっからこういう力じゃないですよ。入れ替える一歩を強く、自分の体と重さ決まってるじゃないですか。その重さをどれだけ速く進められるかがスピードの決定です。マと目を間違えるぐらいまっちゃいいって言いそうになったで、今一歩目に2歩目は大きいんですけど、3、4からピッチが速くなるんですが動きが小さくなってるんですね。なんで1、2、3、4、5をもっと大きく。 OK です。本質的には設置がもっと短くなってくるともっと動きが大きくなってくる。もう素晴らしいです。これなかなかできない、この距離で。動きの中で今正から胴なんですけど、胴から止まって切り替えるっていう動きをしていきたいんですが、これもう胴から胴ってもうめちゃくちゃ種類あるんですよ。バスケットの中ではもちろんいっぱいあると思いますし、ラグビーとかサッカーとか種目によって本当に多くのものがある。その中で一番シンプルなものをやっていきたいんですが、もうシンプルにクロスオーバーをして、クロスオーバーをしたらここから切り返す。切り返してスプリットに行くというフックを最後にやっていきたいと思います。じゃあ今度は1回切り返したらさっきの反発をもらってスタートダッシュやっていきましょう。ちょっとですね滑りやすいポイントがあったのでグリップが比較的しやすいところに移ってきました。止まってそうこれを大きく動いてみましょう。めっちゃいいです。今のよりもさらに大きく動いてみましょう。今右足で滑ってますよね。そうです。今のめっちゃいいです。なるほど。今のが一番いいです。今の違い分かりますか？分かりました。はい、力が全て前に、はい、めっちゃいいです。長尾さんちょっと一緒にうまく着てきていいよ。下手さが分かるな。ちょっとやってこんなんできないですよ。そうです。そうなんですよ。中曽さんはこっちの左足が上に浮いてるってどういうことかっていうと、はい、右足の力の方が下にいってるんです。なるほど。もっとこっち側に行かれてるんです。難しいね。こう。そうです。そうです。で今中曽さんは右足がこっちに抜けてるんです。じゃなくて右足は押したらすぐに前に。ああなるほど。バッチリです。すごいよ。でこれをもっと大きくやってほしいです。こっちが大きく動いたら今度右足も前に行きます。その最後の一番強いところの押し込みが今ね。ああやっぱ押し込みなんだ。押し込みだ。そう今の2本目めっちゃいいです。伸びが違います。グンっていう。じゃあこれラストにしましょう。はい OK です。バッチリです。さあ今動きの形っていうものがかなり整ってきました。で今のこう最初で動いてるのってジャブから走ってくださった時ってかなりこの膝下の動きっていうところで小さい筋肉で小さく動いてますね。だから速くは動けるんですよ。さささってのは動けるんですけど大きい筋肉で速く大きい動きで速く動けるのがもちろん速いわけなのでその使い方として今バッチリ最後できました。で今度はそれの質を上げていく時には、回数をしっかり重ねていきながらより強い力を地面に伝えて大きく動くことを意識してみてください。長瀬さん山本さんをいつも見てくださっていると思うんですけれどもじゃあ切り返しの今日の練習いかがでしたでしょうか？やっぱりその力をこう伝えて大きくギュッていくっていう感覚がやっぱ最初よりも最後らへんの方がちょっとこう出てる感じがしてでしかも、以前教わったその重心をつく位置とか、はい、そういうのにこうつながっていくの難しいね練習だね。でもなかなかあれをねできる人っていないんですよ。真下に自分の重心の真下に足をつくっていう感覚っていうのが非常に難しいんですがその感覚をですねすぐにマスターされるというのがやっぱり超一流だなと思いました。ただその中でもまだまだこれだけすごい選手でもそんな山本選手ですらさらに伸びしろがあるということでこれからもぜひスプリント練習をですねまた継続いただいて機会がありましたら山本さんのさらにですねトレーニングを拝見させていただきますと幸いでございます、はい、じゃあ今日ははるばる名古屋から来てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス恒例企画 Q&A よろしくお願いします。お願いします。はい、これだけはやってほしい足が速くなるための基本関西高校野球部の基本指導の動画ですね。100万回いったきありがとうございます。出ます。こちらに届いた瞳三浦さんからのご質問です。はい。前傾姿勢の時も足は後ろに流れてはダメですか？ありがとうございます。まさに流れてはいけないんですね。この前傾姿勢になった時に足が確かに流れやすいんですよ。そうじゃなくて低い位置からも反発をしっかりもらってもらった足をしっかりと前のベースポジションに持ってくるこの力の方向が非常に大切です。それをですね詳しく説明させていただいている動画がありますのでぜひ、この動画をチェックしてみてください。それでは次の動画でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス！